はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。ちょっと村コレ盛り上がりすぎてランキングダンジョン忘れてました。ゼウスバルカンハイブレータブレータが来ております。ツイッターの方でね、今日美容院行ってて、その間にちょっとツイッターの方で聞いてどんな感じですかって言ったら、貫通系のなんかスキルが必要と聞きまして、プレドラがね、非常に硬いらしいんですよね。なのでラーを入れるのがおすすめですと聞いたので、今回挑むパーティーがこの2つどっちが早いかなっていう感じですね。まあ、ただリーダーが変わっただけなんですけど、まあ、バステドレコンボを稼ぐのか、ゴンスタでタイムを稼ぐのかっていう、多分そんな感じの勝負なんではないのかなと思います。なんかダメージはあんまり乗らないみたいで、なんかボルメテウスでポチポチしてる方がなんかスコア取りやすかったりとか、コンボかタイムかみたいな感じらしいんで、とりあえずゴンスタで行ってみようかな。はい、スタミナ50使うんでね、あんまり長い戦いもしたくないんですよね。だからもうさっさと諦めるか、いい点数取ってさっさと降りるかみたいな感じですね。まあいい点数取れることに越したことはないんですけど、とりあえずやってみます。コンボも稼いだ方がいいんだよね、きっと。コンボ稼い、てかてか敵全然ゼウスバルカン関係ないんだけど。さあ、9コンボですね、いきなり。これはいい感じなんではないでしょうか。あー、ラオ使わないといけないのに、何やってんだ。2回で来るのか、こいつら。カット受けちゃった。ちょっと体質落ちないんかい。しかもあれ落ちるんじゃないの。ちょっとリトライ。ゴンさん受けるとめんどくさいんでね、覚醒数でいこうか。木の リベンジ2回ね、2回でゴンさんね、オッケー。あ、ドロップが少ね。あんまりコンボもしなくていいのかもしれないね。どっちかというとゴンさんはタイムの方なんで。で、次ラーね、もう連打ね。あ、モンスターは固定っぽいですね。で、ここでラーを打ちます。落ちた。しましまかよ、まさかのしましま。よし、で、ここも何もなしと。一番怖いのはアポロンとかがいることが怖いんですけど、このまま行くとなさそうですね。アポロンおったら逆に貴族生じゃ無理だよって。バインド回復でもう一枠使わないといけないっていうね。ヘルメス。これは劉備か。劉備かっつ。てか、回復消されたっつ。はい。これでここ突破して、ヘルメスでダメージ稼ぐのはありかもしれませんね。よし。で、まだあるのか。先生ないよね。ある。先生がある。じゃあもう一回これだ。弾いた。よし。いいぞ。誰が弾いた。ラーか。ラーさんありがとう。普段お世話になってないけど、ここで活躍してくれた。よし。コンボがいい感じ。コンボもいい感じ。で、これは大丈夫。2ウェイ入ったから両方倒せるはず。あ、右落ちて欲しかった。どうせなら親指姫のスキル上げしたかった。なんか突然の癒し枠。突然の癒しゾーン。やばいよー。大丈夫か。木消えてるか。危ない。焦るな。デビニアありがとう。で、ボス。死亡の試練。一応目覚め使っといて、もう威嚇は知らんぞ。HP 多かったりするのかな。よし。目覚め効いたぞ。これで耐えたら終わり。よし。ちょうど半分ぐらいですね。5分なんで。あー、ちょっと半分ちょいぐらいですね。どうだ。半分ちょいじゃない。半分以下で終わってるよ。2分半だよね、半分は。経験値が少な。1万。石ありがとうございます。あ、木プレドラが欲しかった。水プレドラ。木プレドラじゃないよね、さすがに。さすがに木プレドラだよね。さあ、スコアどうなるでしょうか。まあ、10敗以内に入りたいんだよね、なんとか僕は。
モクピーのために。さあどうですか、12万1482。おおおおおお、 2.6 いいんじゃない、結構いいね。もうこれ以上だって頑張る必要はない気がしてきた。まあまたあれですね、10倍以下に落ちたらやるみたいな感じで、まあ、とりあえず今回はこんなダンジョンでしたという感じでいいですかね。ちょっとまだわかんないから、まあ12万出たらまあそこそこなんじゃないのかなとね思いますね。これ 2.6 だよね。いいね、この音がいいね2.6 OK。 またじゃあちょっと危なくなったら、挑戦してなんとかモッピーを今回ゲットできるように頑張っていきたいと思います。以上、ランキングダンジョンゼウスバルカン杯、ゼウスバルカン杯、以上、ランキングダンジョンゼウスバルカン杯ベータ、ゼウスバルカン杯、合ってるね、ゼウスバルカン杯ベータでございました。ご視聴ありがとうございました。